のエクスプローリングは旅です。旅をすると自分の新しい感覚に出会える。私にとってのエクスプローリングは読書です。本を読むことでいろんな世界に行くことができる。僕のエクスプローリングはキャンプです。キャンプがアクティビティの楽しみ方を広げてくれる。